では、室町時代4回目、庶民に広がる室町文化ですね。まあ、室町文化、ざっくり2つに分けると、北山文化、東山文化という分け方です。で、これを一気にちょっとやっていきます。で、北山文化については金閣に代表されて、これを作ったのが足利義満3代将軍ですね。で、東山文化というのは銀閣に代表されるもので、銀閣を作ったのが足利義政、これは8代将軍になります。で、3代と8代なんですが、まあ、関係で言うと義満の孫が義政という形ですね。まあ、義政からするとおじいちゃんっていう感じになると思います。で、これちょっとまあ2つ、違いがあるんですが、強引にまあ1つにまとめるとどんな特徴があるかっていうと、貴族とか武士とか、それから庶民とかがいろいろこう分かれるんですが、それぞれの文化がまああるとともに、それがこう融合していく、一緒になっていくと。そうですね、なんかこう基本的にはどういうものが好きっていうのは自分たちのその生活レベルに合ってこう分かれていくもんかもしれませんが、実はこの時期結構ですね、上流階級と下層階級とで、まあ、これで文化が入り混じっていく、同じものを、楽しんでいくようになるとか、まあ、そういった現象が見られたようですね。はい、この辺りを紹介していきたいと思います。貴族や武士と庶民の結びつきを文化の視点から考える、これが狙いです。で、まず1つ目、北山文化です。金閣ですね。で、金閣非常に綺麗ですけども、まあ3層あって、上2層が金が張ってあるんですね。はい、まあ、これ燃えたものが、昭和になってからね、燃えてしまった、戦争終わった後に燃えてしまったものを再建したもので、非常に新しいような金が張ってありますが、まあ、昔はその金っていうのはかなりもう落ちているというかない状態だったようですね。はい、で、この金閣については、1層目、2層目、3層目と作りが全部違うので、で、1層目が貴族風、2層目が武士風ですね、武家風で、3層目がお坊さんね、作りになっているから、まあ、これ自体がもう文化が融合しているというイメージを持たせるのに十分な、ものですね。さあ、そして、上流と上流階級と下層階級とですね、上層下層の文化がこう入り混じっている瞬間っていうのはどこに見られるかというと、実は能の世界に見られます。これは世阿弥という人物がいます。この人は、義満の保護により能を完成させます。そうですね、これ今でも有名な能っていうのは世阿弥が完成させたということで有名なんですが、この世阿弥自体は実はかなり身分が低いと言わざるを得ません。そもそもこれは当時のイメージで考えると、身分っていうのはどうやら何かものを生み出しているのが人のためになってるかっていうところで、考えていって、何もないところから何かを生み出す人は偉いという感覚があったようですね。まあ、これは完全に職業差別みたいになってしまうんですが、当時そういうふうな考え方があったと。例えば何もないところから土の中からニョキニョキっと出てくる稲、米ですね。まあ、この辺りは食べ物っていうのは人間にとって不可欠ですし、しかも何もないところから育てていく、これは農民っていうのはむちゃくちゃすごい人だということで、まあ、位的にはかなり上なんですが、その次は実はその物というのを、組み合わせて作っていく、木とかを組み合わせて、まあ、椅子を作ったり家を作ったりする手工業者たち、布というものを作る人たち、まあ、こういったものづくりの人たちが、まあ、農民ほど偉くないんだけどその次だと考えられているようですね。で、誰かが作ったものを移動させて売っていく、これ商人っていうのはさらにその下だという感じなので、まあ歴史的に結構外国でもそうですが、商人って差別されていくと。だから身分って何だろう、商人っていうのは結構お金持ちになりやすいんですが、一方で、あなたたち何も作ってないよねっていう感じで、差別されることがあったようですね。だから身分的には下なんだと。
でもそれよりさらに、下があって、結局農業とか手工業とか、商業とかが何もできない人がいろいろこう体を使って人を笑わせたりとか感動させたりとか、まあ、今のその芸人であったりとか、そういった、役者であったり、歌手であったり、まあ、そういった人たちだと思うんですよ。それはもう非常にその蔑まれていた時代があったようです。そして、能というのも実はそういうタイプのもので、非常に差別をされていた。がそこに義満が入っていくんですね。で、義満と世阿弥がつながり、だから、武士の最上位と、庶民の最下層が合体するという感じになります。さらにすごいのは、義満が時の関白、二条義元という人物に、世阿弥の家庭教師を命じているというところですね。だから関白といえばもうほぼ天皇ですからね。天皇という、まあ、その最高位、日本人の、ピラミッドの最も上と最も下が合体するという感じで能が完成されていくと。いや、これは非常にすごいことだったと思います。はい。で、能の合間合間に喜劇が繰り広げられるんですが、これは狂言というものでね、あります。まあ、現在でもありますね。次、東山文化に行きます。東山文化の代表格、まあ、銀閣なんですが、銀閣では書院作りが用いられている。まあ、書院っていうのは、まあ、本を読むスペースですね。で、ここをメインで作ると。まあ、寝殿作りってありましたが、あれは寝るスペースですね。まあ、でこの書斎というイメージでいいと思います。で、ここではですね、庭園作りなどに、瓦物というのが手腕を発揮します。だからこれ瓦物というのは、実はここも一般的に、差別をされていた、まあ、下層の人たちという感じなんですが、この人たちを引き入れて庭園作りとかをしている。これは義政がやってますよね。なので、義満も義政も実は共通するところっていうのは、最下層の人だということで差別をしない。基本的に能力のある人は、まあ、ちゃんと引っ張ってくる、という感じがあったのかもしれません。であるがゆえに、今でも今に直結する素晴らしい文化を、ね、作っているんだということですね。例えばその庭園作りについては、通常、家の庭のところに川をイメージさせたものとか、池をイメージさせたものを作りたいとなれば、実際に、水を持ってくるのが普通だったんですね。しかし、小石を並べることによって、その砂利をですね、川に見立てて、作る庭なんていうのが流行っていきます。まあ、これはこの時期ですね。で、現在でもやっぱり一軒家に住んでる人とか、庭先に小石を並べてるなんていうことがありますよね。まあ、これはいいなっていうふうに当時の人も思って、そこからずっとね、何百年も後の現在の我々ですら、まあ、それを取り入れるぐらいにすごい影響力があったということです。また、この銀閣はもっとすごくて、銀閣の中には東宮堂東神斎という建物があるんですが、そこは実は和風の内装をしてるんですね。で、和風の和室というとどんなイメージか。これは、まあ、畳があったり、障子があったり、床の間があったりとか、まあ、いろいろありますよね。で、実はこれって以前はなかったということです。この銀閣の東宮堂東神斎で出てきたんですね。で、通常畳がない状態っていうのは、畳がない状態ってどういう状態かっていうと、木のフローリングですね。まあ、今我々の家もフローリングの家ってありますが、そういう状態です。で、畳はないです。で、畳は座布団として使っていたと。で、それを座布団を全部敷き詰めてしまってはどうだろうかということで、作ったのが畳の和室になります。また、障子っていうのも光がちゃんと入ってきて、る状態、まあ、木の
とかだと真っ暗になっちゃいますし、軽いカーテンのようなものだと、まあ、風がたくさん入ってきちゃって寒夜昼は、冬は寒かったりしますよね。なので障子にするとこれ中外の明かりも入ってくるし気温の調節もしやすいということですごい発明をしましたね。で現在でも我々は 和風建築とか和室というと実はこの時期のことをイメージするということですね。和って言ったら日本ですから、もう日本をイメージさせるものが実は足利義政は作っているんだということなんですよね。だから相当やっぱりすごい文化人だったというふうに思います。はい。で次、雪舟です。雪舟は水墨画というのをやりますが、これは雪舟というのはおそらく日本で初めて中国に行って中国本場中国の人たちに認められて、まあ、帰ってくると。で水墨画のなり手になるんですが、実はこの、まあ、評価のされ方が日本の歴史の中での絵師の中ではもうずば抜けていて、この人が最も多く一人で多くの国宝を作っていると言えますね。まあ、2番目は誰かというと狩野永徳みたいですね。狩野永徳は一人で3つも国宝を作っているということですごいんですが、雪舟はその倍の6つですからね。これは日本の歴史上の その絵師の中でナンバーワンと言っていいと思います。次、和歌を読み継ぐレンガというのが流行します。これレンガというのは和歌の五七五七七の前半と後半分けちゃうんですね。で一人の人が五七五で読んだら次の人が七七でつなげていく。でその次の人また別の人が五七五で読んでそれで次七七とつなげていくという遊びです。まあ単なる遊びなんですよ。はい。ですがこのレンガという遊びが二条義元ってさっき出てきましたが、関白が作った筑波衆という歌集がありまして、これレンガ衆なんですね。なので関白様が作られるぐらいだからやっぱレンガっていうのは高級なものだっていう感覚にみんななったみたいで、一流の文化に引き上げていくんですね。まあやっぱり義満と近い感じで、二条義元もいいものはいいということで、レベルの低いものっていうふうな偏見がなく、それをその高級なものに高めていくという技術が彼にはあったというふうに思いますね。これもレンガについてもやっぱり遊びが高級な文化にこうなっていくという感じがあると思います。さあそして、当時親しまれていたのが一寸法師とかそれから浦島太郎とか言われる我々の馴染みの深い、おとぎ草子というものですね。はい。こういった感じで、実はこの室町文化というのは単に当時こういうのが流行ってたねだけじゃなくて、もうこの時代のものを我々はスッとこのまま使っていると。日本風だねこれっていうものは、ルーツはここにあるというぐらいにすごいインパクトのあった文化だというふうに思います。はい。戦乱期だったので大変だったと思いますが、まあすごい時期だったと思いますね。では考えてみてください。室町文化を通じ貴族や武士と庶民がつながった例を説明しましょうと。いろんなところでねつながってたと思いますが、まあ、上流階級と下層階級とこうやってあった時にこれがつながる瞬間、これがどんなのがあったかなっていうのを思い出しながらちょっと書いてみてください。はい。以上で終わります。